も三つ編みにしたいんでしょ。でも髪を引っ張られたくなかった。ちょっと我慢してよ。うっちゃういっちゃう。コリンヌ、お客さんよ。おう、一緒に住むようになったのか。知らなかった。サラが悪夢の原因だって聞いて、本当にそんなに恐ろしい悪魔なのか確かめようとしたの。蓋を開けてみたら、悪魔なんかじゃなくて可愛らしいサラだった。理由はわからないけど、すぐに仲良くなったのよ。大昔、人間は獣から自分たちを隔てるために町を建設した。だが獣は壁の内側を自由に歩き回り、人間の恐怖が和らぐことはなかった。壁によって保証される安全など存在しない。鍵をかけて全てを締め出しても、それを家とは呼ばない。時として家とは長い旅路を経て見出すものである。